それでは、表題のタイトル、表題の文献を丸山が紹介します。はい、文献の情報は、こちらです。で、今回ここで取り組んでるのは、機械翻訳のタスクに取り組んでるんですけど、その中でも、一つの入力に対して、その出力の難易度をコントロールできるような翻訳をやろうっていうのが今回の取り組んでるタスクです。で、これは機械翻訳とテキストの平移化の複合のタスクなんですけど、ここでは、それをマルチタスクラーニングさせるっていうアプローチを取ってます。で、こう同時に学習させることで、そのパイプラインですね、翻訳してから、平移化するとか平移化してから翻訳するみたいなパイプラインのアプローチよりも、上回るような性能っていうのを達成しましたというような内容です。はい、で、初めにという部分で、その翻訳文の難易度をコントロールすると、いろんな、その人によってこう読解のレベル、その読解力が違うので、そう、 うまくコントロールすることによっていろんな人にこう情報が提供できますと。ただ、その翻訳とテキストの平移化っていうのはバラバラに研究されてて、翻訳は翻訳で、何かから別な言語に変える、平移化は、その同じ言語の中で、その簡単にしてあげるみたいな独立にやられてて、今回はその2つを同時にやりましょうっていうような話です。で、どういうタスクかっていうと、こんな感じです。今回やるのは、そのスパニッシュからイングリッシュへの、翻訳をやるっていう形で、で、それぞれの言語の文の左側についてる CI とか CO ってやつが、その難易度ですね、文の難易度を表すようなもので、これは数字が少ない方が簡単なのかなっていうような形です。で、使ってるモデルは、LSTM ベースのエンコーダーデコーダーモデル、アテンションがついてるエンコーダーデコーダーモデルで、パラメータのサイズはこんな感じに、設定しています。で、ここからがそのマルチタスクの、話で、大きく分けてこの3つの、ロース関数っていうのを使っています。で、順番に左から説明していきます。で、最初は、その難易度が、コントロールできるような MT ですね、入力文 SI と、その CO をこのどのくらいのレベルに変えてあげたいかみたいなのを、その文頭をですね、入力文の頭につけてあげて、で、翻訳文を出すっていうような、ロスですね、で計算するロスです。で、もう一個は、普通に翻訳と同じですね、なんかここだとスペイン語の文を入力して英語の文を出すっていうようなものと、あとは、平移化の部分で、SO なんで、多分これは平移化、翻訳された文 と、そのどんな難易度にしたいかみたいなやつをつけて、その難易度に合わせた文を出すみたいなの、平移化のタスクの部分のロスですね、この3つを足し合わせて、学習するっていうのが、今回提案している、損失関数です。で、使ってるデータは、ニューセラデータセットって言って、1つの文に対して、4つから5つくらいの異なる難易度の、テキストっていうのがついています。で、英語が、英語とスペイン語でこのくらいのサイズがあって、これを、その同じ言語の中でも、そのレベルが違うんで、その同じ言語の中でもアライメントを取って、で、その英語とスペイン語間でも、アライメントを、文のアライメントを取るっていうのを、文っていうか、そうですね、アライメントを取るってことをやってます。で、使ってるのはこのマスアラインってやつで、ちょっとあんまり詳しくは分からないんですけど、単言語内での、アライメントを取るようなツールならしくて、ここではそのスペイン語の記事っていうのを、翻訳機で英語に戻してあげて、それで対応を取るっていうのをやっているみたいです。はい、で、それでアライメントを取った結果のデータが、こちらです。
まあ、そのワードタイプのところとかを見てもらうと分かるんですけど、まあ、基本的にこうレベルが高くなる、難しくなるほど増えています。なんか10この辺のなんか少ないやつはなんかあんまり多分データが取れなかったからなのかなっていう感じなんですけど、まあ、基本的にまあいろんなレベルが高くなればなるほど、まあ、いろんな語彙が使われているっていうことが分かります。でここからはそのシステムのアウトプットをどう評価するかっていう話なんですけど、まあ、使ってるのはブリューとサリっていう変異化の尺度と、あとなんかここあんまり見慣れないんですけど、ここではなんかこういう PCC なんかピアソン相関っていうのを定義していて、でもそれはなんか出力分とリファレンスのこの下のありっていうんですかね、このの、まあ、相関を取ってて、まあ、その文の、まあ、ワードのうちのキャラクターとか、まあ、文の長さとかを見てるようなものですね、式ですね。でこれでまあ難易度を推定してあげるみたいなものです。で結果です。で、上のこの2つがパイプラインですね。トランスレートして後に変異化するか、まあ、変異化した後にトランスレートするかっていう部分と、マルチタスクで一緒にやってあげるってやつと、あとはなんかこの使ってるオールタスクズっていうのは確かなんかデータ、なんかその外部のなんか翻訳のデータだけちょっと外側ニューセラー以外の部分とかからも使ってたんで、まあ、そういうの全部足してあげるとまあちょっと上がるみたいな感じで、まあその一緒にやってあげた方がいいっていうのが分かります。であとはその相関の部分、そのソースと、まあ、多分この ラベルをどういうふうにこう入れてコントロールするかみたいな部分で、まあ、パイプラインよりもマルチタスクの方が、まあ、うまくコントロールできているっていうのが分かりますっていうのが、まあ、この表です。で最後に、まあ、データを、まあ、なんか削っていってどのくらい精度が落ちるのかみたいな部分を見ていて、で左側のニューセラーの部分が、まあ、シンプリフィケーションのデータと、そのマシントランスレーションとシンプリフィケーションのデータくっつけたやつと、マシントランスレーションのデータと、これがなんか外部で使っニューセラー以外の部分のこの翻訳のデータですね。で、まあ、やっぱりこう翻訳のタスク取り組んでるんで、まあ、翻訳一番下のところ、その大きい翻訳のデータがないと、まあ、一番精度が下がっていて、まあ、あとはまあ、大体上の方だとまあ大体同じ感じというような傾向があります、はい。まあ、まとめです。今回はその難易度がコントロールできるような翻訳、出力の難易度がコントロールできるような翻訳モデルというのを提案しています。でやってることは、その翻訳とテキスト変異化を一緒に学習させるということをやっていて、でまあ、一緒に学習させた方が、まあ、順々にこう処理していくよりもいいっていうことが分かりました。はい、以上です。